西さん YouTube チャンネルをご覧の皆様こんにちは。夏休みの宿題はまとめてやります。案内人の M です。夏休みの宿題は計画的にやってたつもりが最終日にいっぱいやるようになってました。カメラマンダブルです。はい、ということで夏休みです。西さん YouTube チャンネル夏休み特別企画やります。今日は持ってまいりましたこちらですね、日産の新しい SUV 新型エクストレイルのグレードが G ですね、シルバーのカラーを持ってまいりました。今日はこのエクストレイルに乗ってまあいつものように試乗していくわけなんですけれども、今日はですねこのエクストレイルでちょっとだけ特別な場所を走ったりとかちょっとだけ遠出をしてみたりとかという感じで、福島県内のいい場所にダブルさんと一緒にこのエクストレイルで走って、その道中での走行性能だったり燃費なんかを見ていこうという企画です。弊社福島日産8月9日から翌火曜日までちょっとお休みを頂戴しております。その間もですねもちろんこの日産 YouTube チャンネル毎日更新ということで、その間このエクストレイルで旅をする動画を皆様にお届けしてまいりますので、ぜひ毎日ご覧ください。そしていいなと思ったらグッドボタンもお願いします。ということで、まあ、行ってくるわけなんですけど、ダブルさん、はい、今日はどっちの方に行きますか？今日はいわきの方に。はい、いわきの方に行ってまいります。よろしくお願いしますね、今日は。はい、ここから晴れると思います。期待してます、はい、それでは行ってみましょう。はい、ではエクストレイルの中に乗り込みました。具体的にどこに行くかとか、このエクストレイルがどんな車なのかみたいなところはまた走りながらご説明していこうと思いますので、はい、まずはですねこちらドライブコンピューター平均燃費とかをリセットしていきます。この車給油後燃費情報とドライブ情報1、2とありますので、ドライブ情報1、2をリセットしていきます。はい、ということでこれをベースに平均燃費とかを測っていきます。今日ですね本当に微妙な天気です。今雨が超止んだんですかね、まあでも何とも言えないところですが、はい、あと今日はこちらですね、エアコンの方すべてこのエクストレイル運転席助手席そして後ろそれぞれで温度を設定できるようになっていますが、今日すべて24度ですね、すべて24度のオートで、行ってみたいと思います。それでは出発します。はい、ということで冒頭でもお話ししました、今日はこのエクストレイルでいわきの方に向かいます。東側の海沿いの方の地域に向かっていくわけです。で今日は、まあ、一回ですね最初の目的地に向かうまでの間、大体の区間高速道路で行こうかなと思います。福島西インターチェンジから高速に乗るので、まあ、そこに今向かっております。今日乗っているこのエクストレイルという車ですね、7月に発売されたばかりです。乗っているのが G グレード、そして今回のエクストレイルはすべてのグレードが E パワーということで、 E パワーというのは走行自体はモーターだけでエンジンがついてます。このエンジンは発電専用のエンジン、ガソリンを入れてエンジンを回してそれによって発電された電気を走行用のモーターの駆動に使ってるんです。エンジンから直接モーターに電気を送ってるというよりは、その間にですねリチウムイオンバッテリーがございます。走行の状況に応じてリチウムイオンバッテリーに充電をしたりとか、あとは使うパワーに応じてエンジンを回して一気にこう電気を使って走ったりとか、そういったことができるものになってるんですね。でまたあとで詳しくご説明しますが、このエクストレイル E フォースという4駆の新しい4駆の技術が使われています。でこちら E パワーということで駆動がモーターなんですが、フロントのタイヤを回すのはフロントモーター、そしてリアのタイヤを回すのは専用のリアのモーターを使って走っているという、そういう4駆になっているんですね。今日はこの E フォースの走り、そしてハンドリングとかそういったところも見れるといいなと楽しみにしております。まあ、夏休み企画ということでですね、ちょっとダブルさんとちょっとゆるゆる感も出しつつ行ってみたいなと思っているんですが、最初の目的地ですね、これダブルさんに教えてもらったんですね。はい、先日の動画でもちょっと話題に出してましたね。はい、この今日の試乗の前にですね、
私アリアの試乗をしました。アリアというのは 100% 電気自動車、ガソリンを使わない純粋な電気自動車の SUV、 日産アリアに試乗してきたんですけど、まあ、このアリアの試乗の主目的がですね、エクストレイルとアリアの走りを比較するために、まあ一回まずアリアの走行感覚を思い出そうという、そういう目的で走ったわけなんですけど、それと比較して今回また改めてエクストレイルに乗ってどんなフィーリングなのかなっていうところもちょっとお届けしたいなと思ってます。でそのアリアの動画の時にですね、ダブルさんとじゃあ夏休み企画どこ行こうかなんていう話をしてたわけなんですけども、はい、はい、まあ言っちゃいましょうね、どこ行くんですか今日。今日はちょっと正式名称が、正式名称はまあいいでしょう、あの川、川に行きます。はい、ごめんなさい、もっと詳しくお願いしますね。川なんですけど、はい、こう車が通れる道があります。わかりました、一回落ち着きましょう、ちょっと整理してくださいね。はい、川の中を走れます。はい、川を、道路の一部が川になっていて川を渡れるような場所があるんですね。エクストレイルで川渡りします。結構インパクトのある絵を撮れるんじゃないかなと期待してるんですけど、この天気なのでどうですかね。まあ大丈夫でしょう。はい、はい、ということで、ダブルさんはその川を渡れる場所行ったことあるらしいんですけど、私は完全に初めてです。というかダブルさんに教えてもらうまでそんな場所あったんだっていうのを知らなかったんですね。結構インスタをする方なんかにとってはあの川って有名スポットなんですか。そうですね、やっぱの愛する車のこう素敵な写真を撮りたいっていう車好きの中では多分有名な方だと思います。中では有名なということで、まあ、有名スポットらしいので、もうこの動画をご覧いただいている方の中にも、ああ、あそこかって思ってる方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、私は事前に写真でへーって思っただけで実際行ったことないので結構楽しみなんですよね。いや、全国的にもそういうポイントって珍しいらしくって、川渡りをすること自体私初めてです。はい、まあ、そんなことを言いながらもう高速道路の乗り口に入ってきましたので、一回ですねエクストレイルの加速感とかを試したいなと思います。今ですねエクストレイル5個もあるんです。この走行モードのうちのオートでいいんだよな、オートですね、はい、オートモードで走行しています。これで一回この加速をちょっと体感してみたいなと思います。はい、エクストレイルのこの e-force の加速ですね、これがちょっと体感できるのを楽しみにしてました。はい、では加速します。あー速い、すごい速いですよこれ。ですね、今オートモードにして、加速をしました。またちょっと後からですねスポーツモードとかでもこの加速フィール確認したいなと思うんですけど、一気にスピード乗りますね。やっぱりこのエクストレイル結構車両重量重いんですよ。まあ、車両の大きさもそうですし、あとは e パワーということで、フロントにはエンジンとそしてモーター、さらにリアにもモーターがついてるし、リチウムイオンバッテリーも搭載してるしということで、車両重量どうしても重くなる車ではあるんですが、その巨体がいとも簡単に高速道路の合流をクリアしました。これは楽しみですよ。でなおかつですね、このエクストレイル e-force ということで前後それぞれにモーターがついています。でこれによって得られる恩恵というのは、例えば雪道とかスリップしやすい場所とかだけじゃないんですね。今みたいに一気にグッと加速をするようなシーン、フロント駆動、FF の車だと多くはこう走り出した時にスッと前に出るんですけど、ちょっと前が持ち上がるような
少しぐっと前を持ち上げて斜めの状態でまあ走っていくみたいな、そういう加速感が大なぎ小なぎあるんですけど、この車はぐっと力強く加速をするという時に後ろのモーターのパワー配分をより大きくすることによって、この姿勢がフラットのまんますっと加速するようにできるんですね。でこのフラット感というのが今の合流加速でも感じ取ることできました。素晴らしい。このあたりが e フォースの魅力の一つです。もっと魅力あるんですよね。あの峠道とかちょっとこうくねくねの曲がる道を走った時にまたこの走行の安定性なんかが分かってくるんですけど、まずは今日第1ポイントのこの、川を渡れる道路、ここを行くまではほとんどの区間高速ですね。なので今度帰りの道、まあそこから先の区間でそういったエクストレイルのコーナリング性能みたいのを見れるといいなと思っています。いやー快適ですよ本当に。で、Eパワーということで、あの常にエンジンが回ってるわけではありません。走行中もバッテリーに余裕があって、そしてパワーがそこまで必要ないよというシーンではエンジンは切れて走行をすることができるんです。あの充電をしなくても今ある電気で走ることができるんですけど、今ですね高速道路でなおかつちょっと緩やかな上りの区間になってますね。バッテリーの容量が今半分ぐらいになっていて、でエンジンは回った状態で走っています。でエンジン回ってるんですけど、その回ってるっていう音が聞こえないんですよね。エクストレイルの静粛性とかそういったところもちょっとまた見ていきたいと思います。あとアリアとの比較、そんなところを考えていきたいなと思ってるんですが、まずはシンプルにこの高速道路で走っていて、でなおかつ今決して滑らかな路面というわけじゃないんですけど、そういったところでもタイヤの音がロードノイズもちろん聞こえますが、かなりよく抑えられています。エンジンも回っていますがそのエンジン音も感じません。そういったところがいいんですよね。このあたり前のモデル T32 型のエクストレイルから大きく進化しているポイントの一つだと思います。というかエクストレイル初試乗ですね、ダブルさんは。あ、そうだ、そうです、はいっていう感じのところもあるので、まあ、私は1回エクストレイルちゃんと試乗はしてますけれども、まあ、今日みたいにロングドライブはまず初めてですし、ダブルさんのエクストレイルの感想とかも聞きながら、あと今日ですね、ダブルさんに言ってなかったんですけど、はい、ダブルさんにも運転してもらおうと思います。はい、なので、そういったところでダブルさん私と比べてもだいぶ小柄ですので、はい、まあ、そういったところで小柄な方がこのエクストレイル運転してみてどんな印象かなみたいのも後でお伝えできるかなと思ってます。はい、はい、でまだまだ高速走っていくわけなんですけれども、一つですねアリアとの違いでエクストレイルの方がちょっといいなと思った点がありました。それがですね、このエクストレイル車線をこうスッと越えそうになると運転者にお知らせをしてくれる機能があります。この機能はいろんな車種についてるんですけど、他の車種ですと例えばこう音が鳴って警告をしてくれる、そういう機能もあるんですが、エクストレイルは車線越えそうになると音は出ません。代わりにステアリングがブルブルっと振動して運転者に教えてくれます。でこの振動する時の感触ですね、これ先日試乗したアリアですと、まあ警告なので運転者に伝わるっていうことが第一ではあるんですけれど、なんて言うんでしょうね、振動した時にウィーンってちょっと大きめのこの振動音というかモーター音というかそういうのが聞こえたんですね。でそれがこのエクストレイルはこれ、動画でお伝えできないんですけれど、ちょっとですねググッググッググッってまず音としてはほとんど聞こえない、そして、手に伝わってくる感触としては確実な感触が伝わってきて、運転者に危険を教えてくれるっていうそういう感じがあって、ちょっとこのステアリングのそういうフィーリングは上質なものだなというのがありますね。だんだんですねここからあともう少しでジャンクションに入って、
行きますので、いわき方面に走ったら続いてはこのエクストレイについているプロパイロットも試していきたいと思います。と言ってる間にですね、雨がまた強くなってきましたいやー困りますね。今日はなんか一日こんな天気になるんでしょうか。やめてほしいな。ちょっと天気のいい福島県の様子を、皆さんにお届けしたいなと思っているんですけれども、そうですね、いわき方面は私よりもきっとダブルさんの方がたくさん行ってそうなので、いろいろ教えてもらいながら行きたいなと思ってます。頑張ります。私はどっちかというと山に行くんですよ。あ、そっか。はい、そっか。私は山避けてて。あ、避けてるんですか。はい、避けてると言いますと。あんまり怖くて走りたくないので。ああそういうことですか。はい、それ怖いっていうのは途中で止まったらどうしようっていう怖いですか。そうです。あとガソリンスタンド山奥いないじゃないですか。あ、まあまあ、ガソリンなくなった時のこととかも考えると、はい、ちょっと山避けちゃいます。ああなるほど。調べたんですけど、はい、日本人女性の平均身長と、はいはいはい、座高、はい、なんかまとめた